こちらは、以前あったドクターコトー診療所という、テレビ映画があったそうですね、その舞台になったと言われる診療所なんです。原作は漫画だったというんですけれども、主演が吉岡秀隆さんが務めて、大学附属病院の勤務医だった、医者がですね、この診療所に赴いて、島の患者たちを真剣に治療する、そういう姿を描いてとても好評だったと言います。ところが私はこのドラマも知らず、漫画のことも知らず、古式島にやってきて、そのことを聞いて、上古式島の図書館にやってきました。そこで、このドクターコトーの漫画本がありますかと聞いてですね、漫画を2巻見せていただいて、読みました。そして、このドクターコトーの診療所にやってきたわけです。ところがテレビドラマのロケ地というのは実はここではなかったんだそうですね。沖縄県の最西端西のですね、与那国島なんだそうです。私その島にも行って、その撮影場所にも行きました。どうぞ与那国島の編をご覧ください。